チームが窮地になった時、困った時にやっぱりその経験、技術が絶対生きると思うので、この選手、頼りになります、絶対に。じゃあ、もっとプロサッカー選手の宮崎です。さあ、今日もやっていきましょう。J リーグ予想と、チーム紹介、やっていきます。で、今日の紹介するチームは、北海道コンサドーレ札幌です。2020シーズン。順位は12位で、札幌終わってます。2ついきましょうか、勝ち点が39の得点47、失点が58と、得失点の方がマイナス11、で勝敗の方が勝ちが10、分け9の負けの15っていう感じで負け越してますね。目標としてはさっきの、成績を上回る成績プラスアルファタイトルも獲得したいという決意で新シーズンやりたいと言っている。日本動向もしっかり見ていきましょう。新シーズンに向けてね、札幌がどんな補強をしたかというと、インでも大注目、小野伸二選手ですね。僕の動画でも前紹介したんですけど、やっぱりこの選手頼りになります。絶対年齢が41歳ですね。41歳でフル稼働、シーズン通してのフル稼働は多分無理だったなと僕は思ってるんですけど、チームが窮地になった時、困った時にやっぱりその経験技術が絶対生きると思うので、この補強はかなりありだったなと思うし、札幌のね、皆さんもね、あの小野伸二を生で見れる価値はすっごいあると思いますね。経験ある、ビッグな選手が入ることによって、普段練習してるチームの選手たちも、レベルを普段の練習から上げてくれる、これだけの相乗効果があると思うので、この加入は、すごい大きいなって僕は思ってます。出てった選手、引退した選手もいるんですけど、ウーゴ・ビエイラ、マリノスではかなり活躍してた選手なんですよね。今回札幌ではあんまり活躍できなかったのでアウトになっちゃったって感じなんですけど、ガブリエルっていう選手ね、リダード・カサブランカっていうチームから、来てますね。アンデルセン・ロペスだったり、ドグラス・オリベイラとかジェイとかね、やっぱり外国人でもしっかりね、前めの選手、チャナティックもいるしね、既存でいる選手たちで、どうなるかなっていうのもすごい楽しみなところではあります。フォーメーションいきましょうか。フォーメーション、3-4-2-1 っていうね、これ結構こういうシステム使ってるとこ多いですね。やっぱ最近やっぱ3枚にこうやって2シャドウを置くのはすごいニーズとしてあるんですね。札幌の特徴としてはやっぱここのね、2シャドウっていうのはすごい特徴あるんですよね。ペドロビッチ監督もやっぱこの2シャドウにかなり寄生してる部分あって、ここのうまく2シャドウを使えることによって、それがアンデルソン・ロペスだったり、ジェイだったり、ドグラス・オリベイラだったりね、いろんな人をワントップに貼ると思うんですけど、人が変わってでも役割の2シャドウの度があんまり変えないと思うんですよね。なんでここの2シャドウがやっぱこの鍵、チームの鍵になると思うし、最近こういうポジションをした後にやっぱり2シャドウの他にも大事なのがサイドハーフですね。この両サイドがやっぱりその2シャドウを追い越す動き、多上下の動きっていうのもやっぱりすごい必要不可欠なんではないかなって思ってますね。ディフェンスでもやっぱり福森選手だったりキム・ウィンテ選手だったり、本当にここはね、不動の3人ですね。この3人はやっぱりこの本当にペトロビッチ監督の中ではすごい、やっぱり重要されてる選手たちだし、この3人はやっぱ外せないと思います。キーパーね、杉野君ね、ベルディの先輩なんですけど、やっぱ杉野君がね、やっぱ今でもプレーできてるって、やっぱ本当ね、すごいんですよ。キーパーだから、長くプレーできてるとか、そういうのじゃなくて、もうこの男杉野のね、やっぱり努力の仕方っていうのがね、やっぱすごいなと思うし、やっぱ多分札幌の皆さん知ってると思うんですけど、めっちゃストイックサッカーに対して、杉野君がこうやってまたね、試合に出て、札幌で頑張ってるっていうのは、やっぱね、僕も嬉しいです。前線の人たちプラスやっぱ福森選手のセットプレーだったり、キックっていうのがかなりめちゃくちゃ武器になってるんですよね。いろんなオプションがある中でしっかり攻撃を構築する、または攻撃的に攻めるっていうのがこのチームの特色だと思うんで、すごい楽しみです。キープレーヤー、駒井選手ですね。駒井選手、やっぱりペドロビッチ監督の申し子って言われるぐらいやっぱ結構重要してて、ペドロビッチ監督、この駒井選手が、昨シーズン33試合の4点決めてます。
なんでこの駒井選手がやっぱもっと得点に絡む、チャンスメイクを作る、ゴールを決めるっていうことになると駒井選手自体もさらに、一皮二皮を、ね、向けて、さらにいい選手に成長できると思うし、ここでのやっぱり決定力シャドウとしての仕事っていうのを、もっともっと求めることによってこのチームがガラッて変われる可能性はすごいありますよね。メンツとしてもすっごい面白いメンバーすごいいると思うので、これをいかに、ペトロビッチ風にするっていうのがやっぱすごい大事かなって思いますよね。シーズン通してやっぱりその11位から12位から脱却するってことはやっぱいろんな要素が必要なんで、まあ残念なことにペトロビッチ監督まだ来日してないらしいんですよ。帰国中に左大腿骨を骨折しちゃったらしいんですよね。指揮官不在な可能性もある中、キャンプの中で、まあ、いかにどうやってチームを作るかっていうのもやっぱ難しいなと思うし、やっぱ指揮官ってそれぐらい大事だからね。けど経験ある選手は多いので、まあ本当にチームはどうあるべきかっていうのも小野選手だったり、まあ、言葉で喋ったり背中でついてこいっていうねタイプでもあるし、チームを奮い立たせる存在っていう人はいると思うので、本当に楽しみです。平均年齢も、26.3 なんですよね。若手もしっかりいるよっていうチーム作りできてると思うし、やっぱペトロビッチ監督もやっぱり若手をうまく使えるっていうね、須賀選手だったり、まあ、今22歳ね、こういう選手もどんどん発掘して出したりするし、外人監督ならではで若手をしっかりしっかりなんか積極的に使う、そして伸ばすっていうことができる監督だし、サンフレッチェでもやっぱり柏木槙野とかね、若手をしっかり使ってああやってチームの、を強くしたっていうね実績もあるので、本当に4年目のね今シーズンはやっぱペトロビッチ監督にも期待して、このサンフレッチェ札幌にもね、まあ上位に行ける可能性はすごいあると思うし、まあ小野選手のプレーを楽しみたいっていうね思いがあります。41歳、あとどれくらい現役続けるかちょっと僕もわからないんですけど、見れる機会があればもう全然もう札幌のねコンサドーレの試合アウェーホームアウェーね、見て、本当に面白いサッカーは全然昨シーズンから全然してるけど、失点が多い、崩れるとこがあるっていうので、やっぱそこの改善をできるかどうかで、やっぱコンサドーレの順位が、新シーズンに向けて順位が変わってくると思うので、その改善をキャンプ中で改善できるかがポイント、すっごいポイントになってくると思うんで、皆さんもね、そういうことを期待して、この、コンサドーレ札幌の新シーズンっていうのも、ぜひ要チェックなので、皆さん見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。そしてまた次の動画でもお会いしましょう。チャオ。